はい、どうもこんにちは。今日はですね、これです。テンプルラン2です。どうでしょうか。大人気の始まっちゃったよ、大人気のテンプルランありましたよね。まあ一時期私もハマってました。で、なんとその第2弾ですね、新しくなって帰ってきましたね。で、ちょっと遊んでたんですけれども、テンプルランの最初のテンプルランっていうのは、まあこの2と比べるとね、もうダメですね。もうチャッチーです、あんなもん。もうそんくらいです。そんくらいテンプルラン2のそのなんていうの、バリエーションのやり込み度っていうのがね、かなりねやり込みできるでしょうし、まあその理由っていうのはね、ちょっとここでアップグレードっていうねやつでね、まずキャラクターが選べると、キャラクターが選べます。女の人、黒い人、女の人、そしてこれが普通のいつものデフォのやつですよね。で、ここでアビリティーズっていうのをやって、これでコインバリューとかテンプルランであったようなことがここでもできますと。で、新しく加わってもいます。セーブミーとか、まあここに説明が書いてあって、その効用っていうの、効果っていうのを表してますね。でこれは、ちなみに走行中っていうのかな、テンプルランをプレイしてる時に貯まるお金で買うことができますと。そして今回は復活できるんですよ、一回死んでも。この、あ、やばい。この右上の、見えるでしょうか？見えないかな？この右上の、この緑のダイヤ。これによって、一回死んでも、なんか、制限時間以内にタップすれば、また復活できちゃうと。まあ、詳しい方はね、まあ、やってる途中にね、わかると思うんで。じゃあ行きまーす。こんな感じですね。と、見えるかな。全く見えなかったらやだな。見えるかな。あぶね。こんなバリエーションとかも階段登ったりしてますよ。おお、ほらこんな坂があったり。感じでね、ちゃんと見えてますかね。と、失敗しました。でもほらここにあります。押します。これでほら再開することができますと。おお、そうで、今回後ろ追ってくるのはなんか前ちっちゃいのが3匹だったんですけども、今回はでっけえのが1匹ですね。ちょっと待って、かなりやりづらい。これは楽だ。ほらこれでちゃんとこっち行ってね。あー、これもうないですね、残念。ちょっと待って、これ走った後にこの今行けてないんですけども、トロッコっていうのがあるんですよ。で、トロッコに乗ってなんかまたコイン集めたりまた冒険していくんですけれども、かなりまあその後があるかどうかはまだ私自身行ってないんでね、そこまで。で、トロッコまでは行ったんですよ。でもそれ以降あるかわかんないんですけどね。かなりやり込み度がありましたよね。
流されちゃうんだ。今のはシールドですね、多分。でグラフィックも相変わらずいいし、なんていうの、この道のバリエーションっていうのかな、それがだいぶ増えましたよね。だいぶ楽しくなりました。うわ、早い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 、オブレ。なんかたまにカクカクするけど、これはデバイスのせいかな。どれのデバイスが重いのかな。アホ。見えないですけど、すいません。まあ、とにかくトロッコがあるんですよ、この行った後に。まあそれはね、まあ皆さん行ってからのお楽しみで行きましょうか。ダウンロードして、で結構なんかね、やり込みとかねできますし、なんか結構いい感じ、進化しましたよね。あ、そう、あとこのレベルとかあって、達成どれくらい達成したかとかね、そういうことがあります。じゃあ今日はテンプルラン2の紹介でした。バイバイ。